こんにちは、堀口教授です。今日はすするさんとコラボしてアスリートに優しいラーメンを紹介してもらいたいと思います。はい、ずるずる、どうもすするです。よろしくお願いします。お願いします。アスリートに優しいラーメンということで、ラーメンってどうしてもやっぱ脂質とか麺に糖質が含まれてるんで、どうしてもやっぱカロリーがちょっと高いものになってしまうんですけど、今回あのタイを使用したラーメンをちょっと紹介しようと思って、タイを使用したラーメンで動物系の出汁とか脂肪も使ってないので、マダイ 100% のラーメンなんで、かなりヘルシーにいただけるんじゃないかと、アスリートの方でももうラーメンをね、ぜひ楽しんでいただければと思います。ラーメン好きなんで。おお、結構好きなんですか。はい、結構好きなんでちょっと楽しみですね。ちなみにどういうラーメンが好きなんですか。まあ豚骨とか。ゴリゴリ動物系いくじゃないですか。まあそうなんですけどまあ今日はちょっとヘルシー系で、はい、おなるほど、はい、はい、楽しく進んでいきましょう。はい、お願いします。どうも、堀口教授です。どうも、よろしくお願いします。堀口さん、よろしくお願いします。なんか先週も試合をされてきたみたいな。はい、まあ先週はちょっと負けちゃったんですけど。あ、マジですか。そうです、おしまいです。はい、いや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 、まあまあ勝ち負けをも決めるスポーツですから、それは負けもあるか。まあまあそうですけど。それでは早速堀口さんと一緒にラーメンすすりに行きましょう。レッツゴー。ありがとうございます。完璧です。じゃあ自分はマダイ担々麺でお願いします。おお。ではこれを頼みました。もしかしたらちょっと辛いんじゃないですか。辛いですか。ちょっと辛いですね。あ、本当ですか。すごい辛いわけじゃないですけど。自家製 の結構花椒が効いたラー油が入ってるんで、辛いのが結構いけるんですか。まあそんな得意ではないです。あ、でもそれ調整、いや大丈夫です。あ、本当ですか。ありがとうございます。で僕は、マダイラーメンとタイだしご飯、はい、オーソドックスでいきます。はい、で僕はこのマダイとオマールエビ。オマールエビいきます、はい、一番なんか一番高いですね。はい、マダイラーメン、はい、いただきます。お、綺麗、めっちゃ綺麗じゃん。これがすする君が頼んだタイラーメンのマダイ担々麺。はい、ありがとうございます。めちゃうまそう。うまそう、綺麗ですね。じゃあタイがな、炙り皮面だけ炙ってで昆布締めになってるんで。あ、すげえすげえ。今お好みで最初レアで食べてもらって、途中でこう沈めて半生とか、おいろいろそういうふうに調節してもらったらいいな。いいっすね。タイしゃぶしゃぶみたいな感じで、はいはいはい、ですね、はい、めっちゃいい。さすがそういうとこも。はい。自分もやった方がいいですけど。開いてしまう。マダイとマーベルのが。失礼します。じゃあ、いただきます。いただきます。めっちゃうまい。超うまいですね。うまいですね。めっちゃうまいですね。はい。結構ピリ辛で。ああ、そうか。そうですね。こっちはピリ辛ですね。僕のノーマルな、結構まろやかな、はい、めっちゃスープが濃厚する。うん、うん、タイのチャーシューめっちゃうまいっすよ。本当超うまいっす。これ本当にタイと野菜しか使ってないんで、実際鶏とかも入ってないんで、すごい女性にも人気あって。タイの油しか使ってないので、オイルもすごいヘルシーなんですよ。非常に麺もちょっとこだわってて、パスタのような麺だと思うんですけど、面白い食感です。すいません。はい。このオリーブオイルは何ですかね。これは自家製のホットオリーブオイルなんですけど、はい、はいはい、あのすごいラーメンに合うんで途中で入れていただきたいんですけども、はいはい、最初オイル入れていただいて、はい、オリーブの身も次入れてもらって、はい、すごい合うので、はいはい、ラーメンにオリーブって結構意外な組み合わせなんですけど、はいはい、このラーメン自体がすごいイタリアンの技法を使って作られてるので、はい、食材も結構そっちも取り入れてるんで、はいはい、合うんですよ、ね。常連さんもみんなこれ絶対入れて、はいはい、一人でこれ半分なくなす出す人もいるそれ困りますね。それはもういつもその人にも来ないでください来ちゃうんですよ。店長さんハーフですか。店長さんはジュンジャパですね。あ、ジュンジャパもしかしたらと思って最近若い子はジュンジャパって言うんだって覚えて今初めて言います。じゃあちょっと入れてみましょう、はい、オイルどんくらい入れればいい。オイル 2,3 杯まず入れてもらって、はいはい、
合いますね。そうですね、はい、すげえ、めっちゃうまいですね、うん、香りがもう全然違う、はい、うん、うまいっすね。身もちょっと入れてみましょう、はい、取りづらいですね、これは。うん、うまいっす。うまいっすか、はい、結構変わりますね。やっぱ身が入ったおかずが好きですね。おお、はい、見事いきましたもん。うん、見事いきました。見事、はい、おお、うまっ。うん、お、めっちゃ美味しい、はい、すごい、うめえなこれ、コメントないけど大丈夫なんですか、はい、こっちのコメント、はい、ちょっと撮った方がいいんじゃないですか。せっかく3点出してもらったので、じゃあカメラマンおまわりいただきます。いただきます。うん、うまい。おまわりエビの香りがめっちゃいいです。これ食べたら辛いですかね。辛そうだな。辛いやつ。辛そうですね。めっちゃ辛そうですね。これって辛いですか。あ、それはもう唐辛子なんで。相当だね。堀内さんってお米とかを控えてるんですか。あんま食べないよ。いや、全然そんなことないですよ。あ、普通に食べます。はい、普通に食べます。何も気にしてないです。あ、そうなんですか。はい。それ羨ましいな、なんか逆に。基本は自分結構体重軽い方なんで、うん、めちゃめちゃ食わないとダメっていう感じです。へえ、はい、じゃあ普通に食べたいものガンガン食べて。そうですね、はい。おお、しっかりとスープまで。すごい、はい、でも唐辛子残っちゃってますけど。唐辛子はさすがにまあまあまあ仕方ないですしっかり行きましたね、はい、いや行ってるじゃないですか。俺も何やかや行って、はい、ちょっと行っちゃったんですけど今回は。うまかったですね。ごちそうさまです。ごちそうさまです。完食しました。そんな小声で大丈夫ですか。ちょうど昨日イベントあんすよ。街角3への方がいいですかね。逆にくんへの方がいい。くんの方がいいですか。親近感。くん。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。ちょっともらっちゃった。実家に飾ってこう。実家なんですか。これ使えよって話。こっち目線ください。いきます。はい、チーズ。もう一枚いきますね。いきます。はい、チーズ。はい、いやー、ごちそうさまでした。うまかったですね。うまかったですね、はい。すごいこってりしてましたね。さっぱりって言ってたのに、はい、すごいこってりしてて、なんか食べ応えがありました、ね。結構ありました、はい。でもヘルシーじゃないですか。ですね。はい、中身はヘルシー。はいはい。食べた感があって、すごい良かったですね。はい、食べ応えもしっかり。はい。良かったです。しかも、お店の方で、はい、独自にオリーブオイルを開発してるらしくて、ね、はい、これもうまかったです、ね、これの、なんていうか、この実ですか、はいはい、オリーブの実が、それこそ梅干しみたいみたいな。そうですね、ちょっと塩分強めで、うん、お酒のつまみに合いそうな感じの。確かに、酸味もいけそうですね、はい、これだいぶうまかったですね。そうですね、あんまラーメン屋さんで見かけないタイプの調味料だったら、うん、面白かったです、はい、どうでした、結構楽しめました、ラーメンは。結構ラーメン好きなんですけど、あんまりその、やっぱこってりとかあって、うん、あんま食べられないんですけど、はい、まあ、ここはヘルシーですごい食べられるので。ああ、よかったです。すごい良かったです、ね、はい、良かったです。なんか普段結構海外にいらっしゃるっていうことだったんで。そうですね、なんかタイの出汁とかだと割と日本の味っていう感じなんで、はいはい、なんかそういう意味でも結構良かったです。そうですね、はい、すごい良かったです。ありがとうございます。良かったです。さあ、またぜひ日本帰ってきた時に、はい、こう来たいなと。おお、はい、ありがとうございます。まずはぜひ日本来た時、僕に何か言ってくれれば、はい、なんかおすすめを、はい、おすすめを教えます。ありがとうございます。ぜひぜひまた、はい、ありがとうございました。またねー。唐突だな、超唐突。ラーメン屋さんで待ってる時間ってあるじゃないですか、はい、まあ、こういう時間の中でトレーニングできることだってあるんですか。空気椅子とか。ああ、なるほどね。確かに。あ、いいっすね。ありがとうございます。